はい皆さんこんばんは、えー、お久しぶりですミトラッチの土曜予報執筆者の松崎ミトラと申します、えー、ただいまの時間はですねまあ日時からいきましょうか、えー、4月の3日の、えー、19時55分になろうかというところなんですけれども、えー、例年のごとくにですね、えー、土曜予報を書こうとしたらね今回もちょっと波の変化が早かったんですよねであのー、前回は同じく間に合わないので あのとりあえず解説動画を撮ることにしました。で、えっ、ー、と、私が入るとね、あの、いろいろ分かりづらいと思うので、まあ、ざっとですけどね、解説します。えっ、ー、と、今日が、えー、使ってるのはね、このファンケルさんのお気に入りのカレンダーなわけなんですけれども、えっ、ー、と、今日ここでしょ、えー、?4 月の3日です。 えっと、じゃあ、ここを4月の第1週として話をすると、ちょうどね、7時入って、まあ30分前ぐらいからね、土曜かもみたいな感じでね、網が変化してまいります。でもね、私ももう全体的に、もう今日は少し間延びした感じっていうか、ふらっとくる感じがいました。でもまあ私、貧血なんでね、あのそのせいなのかもしれません。じゃあ、最初にあらましとして、今回の大物主様のお告げから入りましょう。えー、今回は、 えー、試す土用かつ頑張りすぎたものがシェアを取り戻す土用であるとまあ分け与え信じうまくいかせるということをねあの仲間とお互いに考えるということが大切一人勝ちは無用とで信頼を得るとはどういうことかということを考えたりするような土用だということでねお通用いただいておりますえちなみにもうコロナウイルスに関してはですねどこへ行ったらダメなのかどこへ行ったらダメじゃないのかというよりですねもう、まあ、あの あちこちにもうすでにウイルスはあってであのそれに自分の体が負けるか負けないかというところでもう考えろというふうに言われましたなので体が弱っていたらあの人混みに行かないだったりとかねまあ,あの自分の免疫力にどこまでに自信があるのか、まあ、自信満々でかかっちゃう人はかかっちゃうからちょっと困りもんなんですけどまああの今までどりです最低限の注意をしてねやっぱやっていくのがいいんじゃないみたいな感じでした、まあ あのこの辺はね医療関係者の人にね聞いてください。というわけでまあ今日が土曜かなということで変化を感じる日としましょう。で明日から、えー、4日からですねとりあえず10日までということを第2週として解説してまいりましょう。えー、この週はですねあのハートがねあのちょっと心がね行ったり来たりします。 通常の変化がたわんでくる頃というのはですねあのなんか昔の今まで心に封印してた思い出がいきなり思い出されてきたりとかですねそういうことがね起きやすいんですよ。なので今現在特に何も起こっていないのに何か昔の思い出したこととかでいっぱいいっぱいになっちゃったりとかしてカッときやすかったりするんですね。まあ、主にに思考のの混乱が原因になるので で明日、まあ、一番そういうことが目立ってきやすいのは夕方の6時過ぎなんですけれどもあのあ自分ちょっと思考混乱起きてるなと思った早めにちょっと昔のことを思い出しちゃってみたいなことをねあの関わる人がいる状態だったら話したりだったりとか自分でこうちょっと書き出してみたりだったりとかそういうことで整理するのがいいと思います。で、えー、翌日5日、まあ、言葉がね刺さりやすいですね、まあ、夕方の5時過ぎ。あの人に言言われたた葉を思い出しちゃったり 刺さっちゃったりっていうことがあるのでね、あの、月曜の私はね、あの、とっても繊細だというふうに思った方がいいと思います。まあ、この第2週のですね、過ごし方のコツといったらですね、まあ、平日に結構いろんなことが重なるんで、もうこれね、あの、新学期、新年度のね、ストレスみたいな感じで考えるのが一番いいかなと思います。えー、っと、4月の6日、火曜日ですね。 えー、ずしんとななかね体が重くなったりしますもしかしたら4日の思考混乱とかねなんかいろいろ考え込んじゃったこととかなんかこう言葉が刺さっちゃったとかで寝つきが浅かったりとかねあんまり休息が取れないのかもしれません。 プラス土曜波の影響で体が重くなってしまいやすいので、ここはね、がっつり休息取ることをお勧すすめします。これは人に話したりとか、どっかに相談したら脳の度が解決するっていうのはスピード感がね、この波の中にないんですよ。だから寝て、体力を回復してやり直すみたいなこと、やり、なんだろう、やり直すとかね、仕切り直すみたいな方がいいと思います。はい。で、えっ、ー、と、水曜7日。 こ,こ、ね、あのどうもね、空元気出そうですね。なんか無理にこう元気を出していくような流れです。朝からでも、よし、もういろいろあったけど頑張るぞと、前の日の段階でね、あのちゃんと一回疲れを取って、週の真ん中頑張るみたいにしておく,おくとね,こね、人によってはちょっと面白いんですけど、忘れていたお小遣いのようなお金がね、ちょっと見つかったり落ちてきたりします。あの引き出ししを整理したら あのバラバラと入れた小銭が500円ぐらい見つかるとかねまあそういうような雰囲気ですけれどもあのご先祖様がねもしかしたらちょこっとお金をね落としてくれるのかもしれませんなので、えー、そういうことがねあのなんでしょうお墓参りとかね常にしてる人とかはねあるかもしれませんお楽しみにはい、えー、4月の8日 10, 月10時18分ぐらいからねなんかね突然忘れたって とかね、いやこれあれやんなきゃこれやんなきゃみたいなのがね心の中にわーって浮かんできてねみんなが一斉にそれをやるんですよ。なのでなんか大混雑しやすいしあちこちの手続きするとこ混雑しちゃったりとかそういうことがね起きてしまったりとかあのちょっと電波が詰まっちゃったりとか何かそういうことがね起きるような感じです。なんかやけにこの、ね、人がががわーっっててて集中して詰まま感じがあるんでですよでこれが、えー、と翌日まで えとつながりましてでこういうね渋滞渋滞では何が起きんのか運転手がだいたいイライラしますよねなので、あのー、頭に来やすいですで頭に来やすくなり,やすなりますのでまあ焦ってもしょうがないなっていうふうに気持ちを落ち着けていくっていうことがね、えー、大事になってきますでこれを踏まえた上で、まあ、自然体で動く人はねもう週末土曜日なんとなくやることをね優先順位とかね あと、仕分けをするっていうことをするといいと思いますね。で、なんかこう、一気にやろうとしすぎだな。これ、もうちょっと先延ばしでいいじゃんというのがある場合は、減らしていくっていうのがね、いいんじゃないかなというふうに思います。えー、繰り返します。まとめ。第2週は、えー、新年度のごたごたや疲れが出やすいと。なので、まあ、前半、特に前半は頑張りすぎると良くないので、えっ、ー、と、体を整える。 後半はやることを絞ると。まあ、そんなことがね、あの、来週のテーマになってくると思います。はい、えー、第3週ですね。えーと、これはどんな感じかなー。えっ、ー、とね、土曜に入るね、前の下準備みたいな週になりますね。えっ、ー、と、土曜前に、なんでこんな土曜状態になっているのかっていうと、えっ、ー、と、正式な土曜はね、やっぱり17日以降になってくると思うんです。 あの暦のでもここのところの異常気象だったりとかあとはそのもうねオリンピックがやっぱりあったりとかコロナの影響だったりとか、まあ、そういう心理的な要因そ,れそのようなことでちょっと春が早出しになっちゃってるのでなんかそのほらあの分かりやすく言うとちょっと暖かい日があるとつぼみが 開いちゃうなんかもうすんごい早く咲いてんなあそこの枝だけみたいな桜が一枝だけ咲いてるみたいなことがあったりとかするじゃないですか今もう桜終わりかけですけどあの東京近辺とかはそんな感じですよねなのでなんかもう心の中で土用だ準備だみたいな感じで騒いちゃったり動いちゃったりすることがちょこちょこあってそれで結果的に薄まった前半に薄まった感じの土用が来てんのかなみたいなねそんなような感想をね個人的には思ってます。 でそこの「薄まって」でも始まったような始まってないようなみたいなその土曜の空気の中をあのちゃんと土曜に向けて整理していくっていうのがねこの週です、えーと。だいたい土曜前の変化って何が起きやすいかっていうと、えー、何かに型をつけるっていうのが多いですねなんか新しいことを始めていくっていうのは土曜の終わりごろに集中してくるんだけどあの今までやってきた中でこれはもうちょっと次に持っていけないから あの土曜の前に終わらせとこうみたいなことをね少しずつ終わらせていくようなことを無意識にしていくような傾向があると思いますで、えー、その第三週なんですけれども、えー、ここはねあのチャレンジングの週ですはい、えー、最初思い出してください今回は試す土曜かつね試す土曜というのが来ますこれのね前半部分がね試すみたいな感じなんですよ、えー、第三週の11、ま、日日曜日 えっと、夕方くらいね、何か、11日、1回目、何かその、チャレンジします。で、これね、ややあたりが失敗します。っえっ、ー、と、その翌日、もう1回何かね、接触します。あることをやろうというふうに試みて、それを、あのー、チャレンジするんだけど、なかなかうまくいかない感じなんですよ。でも、土曜の流れに乗ってる人は、 まあ、乗ってない人はね、一回やって、ほら、やっぱりダメじゃんって言って諦めて、なんか、ダーダーテレビだったりね、ネットゲーム、今日辞退するんだと思うんですけれども、流れに乗ってる人はね、なんか、なんか今回、ここで終わらしちゃいけないな、みたいなのにね、動きそうな感じがありますね。で、あの、まあ、一回目やる。で、翌日、えっ、ー、と、人に相談とかしてですね、月曜日。でもう一回当たってみる。で、ここちょっとね、ちょっと感触つかむんです、ね。ややあたりみたいな感じがあって、で、三回目、えっ、ー、と、 これ、ひょっとしたらね、火曜日、翌日の火曜日にチャレンジするんじゃなくて、ちょっと間を置いて、14日のですね、午前中ぐらいにもう一回アタックするのかもしれません。まあ、雰囲気からすると、ジャブ、ジャブ、ストレートみたいな感じなんですけど、まあ、ボクシングで言えばね。えっ、ー、と、で、これをエヴァンゲリオンで言ったらどうなるかっていうと、あの、まあ、1回目、綾波さんを助けようと思ったシンジ君は、えっ、ー、と、 自分の思いを優先して動くんだけれどもサードニアサードインパクトを起こしてしまうで待っている間にえっ、ー、と2回目じゃあサードインパクト起きちゃってえっ、ー、と薫くんに会って会うんだけどそれでもう一回エヴァン乗るんだけど今度フォースインパクトを起こしかけてしまうさあ3度目の正直深夜ァイニリオンはどうでしょうかみたいな感じなんですけどねまああのあすいませんあの ネタバレね、ちょっと読んじゃいましたけど、なるべくしないでください。見に行く予定なんで。まあそんな感じです。なので、何かね、11日日曜日に入ると、これ私、なんでかこれやんなきゃな、みたいなチャレンジを人によって自分のできるレベルで見つけてで、それをね、やりそうなんです。で、日曜日もしかしたら自分はやる気ないんだけれども、周りに背中を押されてやることになるかもしれません。で、一回失敗して、でもなんかもやもやして周りに相談して、 もう一回やると思います。ちょっと感触つかめるんだけど、さすがに同じこと2回も3回も言えないな、大人だし、みたいになってくるんですよ。で、えー、っと、自分でもうダメだ、みたいな感じで火曜日落ち込むんだけれども、いや、でもやっぱりもう一回だけ当たってみようかな、ということで、ここで当たると、そのうまくいったことを、えっ、ー、と、土曜日までの間かけて、よっしゃ、自信つけたぜ、って言って、新しい予定を立てて進めていきます。これに、ね、人によっては告白になるかもしれないですね。 あのすごい好きな人がいて1回当たって2回当たってやり方変えて3回目やっぱりお願い付き合ってみたいなことを言ってでご成功させるみたいな人もいるかもしれませんでこの成功してお付き合い始めてさあデートどうしようかみたいなパターンもあるでしょうし何か過去にケりをつけてよしじゃあ新しいことを進めていこうかなみたいな準備を始める人もいるかもしれませんでもいやで実際動かすかもしれませんでその状態で 同様に入っってていくって感じですねあなんかちょっと言ったことずれちゃったけど何でしょうこれ人によって、まあ、ここでなんかもういろんなことが成立いったら新しいことを並行でね始めるのかもしれないですけれどもまああの懸案事項になってることがね割と出てきやすいのかなみたいなに思います。 ではい、えー、午前3時54分土曜入りです。えー、2021年春土曜今度の土曜入りはねこの日です、ね。2週間また経っちゃってんじゃんねみたいな感じなんですけれども。はい。えっ、ー、と、電波障害がね心配されます今回の土曜入り。なのでまあ,あの部屋を整えるとかねあんまりインターネットに頼らないようなことを土曜,の土曜入りのね日はね あの心がけておくといいかもしれません。で、もしくは、ちょっと電波がつながらないみたいなことがあっても、焦らない、えー。そんな心づもりで、ね、いきたいものです。では、えー、土曜が始まって4月の第4週なんですけれども、えー、ここがね、大変土曜っぽい。まさに土曜みたいな感じの週です。むしろこの1週間が今回の春土曜のキーなんじゃないのとね、言ってもおかしくないんじゃないかというような感じ。えー、と個人的に えーと何が気になってるかっていうとですねちょっと18日の後半にかけてのこのラインそれから20日の後半から始まってくるこのラインってちょっとねお山の形に見えるんですよ。でお山の形に見える時っていうのはなんか地面だったりとかそのね地震だったりとかそういうことがね とかあの地面の変化みたいなのがね人の心に真理を及ぼしやすいような感じなんです。でもね若干私の中でいうとこの線って土の匂いがするかっていうよりちょっと海の匂いがするんですよね。だから私が個人的に思ってるのは日本というよりはもしかしたら南半球のどっかのお山 もしくは石器道あたりから南半球ぐらいかなあのお山にちょっと噴火とかそういう兆候があったりとかしてでそ,のプレその影響でプレートがちょっと動いてあのちょそんなに震度が高くない地震が頻発したりとかしてもおかしくないのかなみたいなような感じで今のところは見ています。 でもあんまり大きい地震も繰り返しますけどね震度4以上の地震は私わからない基本的にわからない人なんでもしかしたら見逃すのかもしれないけどでも個人的には何かそういう大地の影響を受けながらもあの日常生活は滞りなくやっていくなっていうふうに感じますというのがまあベースのとなってる第4週ということを踏まえた上で解説、えー、とここの18日日曜日なんですけれども えこの週はね、そんなわけで、いろいろ電波状態とかに影響が出そうなんですよ。だからね、破壊心到来です、えっと。電化製品に関わらず、物をなくすだったりとかね、あの物がぶっ壊れちゃうとかね、そういうことが集中しやすいとしたら、18から24のこの週じゃないかなと思います。あちなみに言い忘れてましたけど、あの 土曜と新年度の疲れみたいなので物落としやすいのはこの15日と16日あたりなんでここ気をつけてください。はい、戻ります。えっと、18日。えっと、何か意地になってね、やりたいことをね、やろうとする日曜日です。なんで私こんなことやっちゃってんなんで俺こんなことやってんだろうあ,あいつも止めてきてんのに。でもなんかやらねばならないみたいなことを、ね、なんか一生懸命18日頑張っちゃう感じがするんですよ。で、ゲームで超えられない面をね、や,っぱやたらと課金しまくっちゃったりとか、 なんかその、あんま、後々考えた後あんまり意味がなかったりとか、なんか心に虚しさが残るような、えー、エヴァンゲリオンの Q で言ったら、あの、カオルくんが槍を抜いてはいけないと言っているのに、もう自分の世界に入ったシンジくんが槍抜こうとするような、あのテンションですね。まあ、よかったら、あの、アマゾンプライムとかで今見られますからね、あの、入っている人は見たらいいんじゃないかと思うんですけれども、まあそんなわけで、まあそんなようなことをやっちゃうと。 なので、重課金などね、しないように。あと、時間とかも頭の中に入れて、で、没頭するんだったら、あミトラが言ってたやりたいことをやっちゃうと、ここのことかもしんねえなぐらいのことをちょっと持っといてください。はい。で、翌日19日、これ、マビです。で、それやっちゃったんで、ね、まあ、あの、燃え尽きてしまったね、碇慎く君みたいな感じでね、なんか無意味とかね、あの、無力感に苛まれやすくなるんですよ。で、落ちる人はずーんと落ちてしまって、 なんかこうねあの歌手の人が思いつきちゃってね俺,も俺の歌なんかもう必要じゃないかもしれないみたいなことに言い出したりするそのこの辺なんですよだからあなたの周りの人で「お前絶対これやめちゃダメっしょ」みたいなキーマンの人が弱音を吐いたらその人のために何か予定をいて言えてあげるもうそのマネージャーいかにね有能なマネージャーかみたいなのが試されるようなマビスねで。ここは あの、そんな感じで、自分のためっていうよりは、あんま自分のために結果的になるのか。あの、お前に今これ降りられたら困んだよみたいな人を励ましたりとか続けさせるためのマービーです。で、翌日の20日も、これはもうなんか言葉で励ませれば大丈夫な感じなんだけど、19日はもうね、予定入れないとダメな感じのマービーはい。で、あとは、なんかね、余ってるものをシェアしたりするのに向いてます。はい、おい戻る。えー、土曜のもう今回の目的ね。えっ、ー、と、シェアを 自分のシェアを取り戻すとかね。あとは分け与え、信じうまく活かせることを考える。まあ、この辺がこの週に該当してくるわけです。なので、なんか自分の持ってるんだら、これはあ、分けてもそんなに痛くないけど、きっとこれ新品だし使うだろうな、みたいなのを分けたりするのには、ここは向いてると。で、火曜日20日。でここもね、落ち込んでる。落ち込みやすいです。でもう人が励ましてんのも全然聞こえないぐらい落ち込んじゃった時は、あの、落ち込んだ人自身がね、 何かか、を人にあげたりとか、まあ、売ってもいいっすよあの、フリマアプリとかで売ったりとかしてねそれでシェアしてそれがきっかけでなんか上がってきそうな感じなんですよ。もしかしたらその物の,のやり取りの交流の中でねたまたま元気になるようなやり取りごくまれにいるじゃないですかあの人間的に付き合えちゃうような人そういうのがいるのかもしれませんね。はい で、翌日21日。だからそうやって自分,をさし自分を落ち込んだ気持ちを抑えて誰かを助けようとしたりとかしたね、そういう人たちにはね、いい奇跡が起きるかもしれない。何かちょっとね、パルプンテ感がある21日なんですよね。うまく読めない。あの、ちょっとキラキラした渦巻きが巻いているような、そんな空気が、まあ、霊視的にはありますね。何かこう、驚くような変化が、ここで起きるのかもしれません。 で、なので、特にこれを行動するとかそういうのはないんだけれども、ただただ結果を受け止めるということがね、強いていれば大事かなというふうに思う日です。はい。で、22日。えっ、ー、と、ここまでも、なので、そういういろんなことがあります。落ち込んだり、励ましたりとか、そういうね、あの青春映画のようなことをやりますんで、でそこでなんかいろいろ自分の流れを振り返ったりとかね、何か達成感を感じたりとか、そういうことがあるかもしれません。 で22日からは自分のここまでの目標をね立て直したりするといいと思いますただ浸るだけじゃなくてじゃあ次はどういう風に進もうかなみたいなことをねあの考えられるといいと思うんですよそのために使うといいで注意、えー、22日木曜日は立て直すのにいいのに週末前の最後の金曜日ねここ何かを無理をして無理を続行させたり あのー、やり始めちゃったりここから無理な計画を進めたりすると心身を破壊するまでやめることができないので気をつけましょうここすすごい大事ですなんかねこう体を壊すまで進める結果になるようなことを始めてしまうような予感があるんですよ。なのでここはあえて決めない逆麻痺として捉えるなんていうのもいいと思いますね。 で、運が良ければ、あなたが守られていれば24日、疲れだったり体調の変化だったりとか、そういうことで一回見えないもの、天の力がね、あなたを止めに入るかもしれません。で、ここでやめられるんだったら本当に抜けるべきですね。ここ抜かをやめちゃうと、なんかもう本当無理して体ぶっ壊すまで突き進み続けなければならないような、そんな予感があります。注意です。なので、このね、春と夏のせめぎ合いの中の疲れが出やすいのが、 えー、第5週になります。もうこんなね、倒れちゃう。もうここで動けると思ってもね、この週からね、なんかだんだん元気が出なくなるんですよ。で、あのー、これを事前に知っていて、のんびり週末を過ごすことに来た、した人は、 えー、少し新しいことを25日ちょこっとやるといいですね。あの、普段家事をし、お父さんのカレー、昔のお父さんのカレー作りみたいな、なんか、普段料理しないような人がちょっと料理をやってみるとか、やらないことをちょっとだけチャレンジするみたいなことがね、向いてる日です。それやっとくと、じららくならないで済みます。で、えー、26日。 何か自分にとってこの人をこれから信じてやっていったらいいんじゃないかなみたいなものがね結構ふわっと見える人は見えてきますなのでその人たちと連絡を取ってその人たちを中心者にして始めていくみたいなことがねまあ主に仕事関連とかでしょうねえー、進んでいくと思います、まあ、恋愛関係で言ったらねあこの人やっぱり結婚してやっていこうみたいなそういうねドラマチックなことが起きる決意をするかもしれないのがこの日ですね はいで27日28日プロポーズするのにいいんじゃないみたいな感じですけど、えっと、ここはね27日最低限この世界で何がいろんなことが降りかかったとしてもこれだけは回していくぞやっていくぞみたいなことをね見決めるための間日ですね。で翌日28日は体を守るためにこれ以上は無理をしないみたいなラインを決めるとずっとやっていけそうな間火が28日です。 で、特に知らない人はどこの土曜の流れを知らない人はどうなるかっつってたら23日くらいから無理し始めてで翌日ちょっとあるけど無理したりとかなんかそうですねあのその3週で失敗しちゃってなんとなくダラダラしてでそのダラダラした結果なんか自分が何したいのか分かんないでも何かやらなきゃいけなかったような気がするみたいのでイライラしてる人なんかが出てきやすいかもしれません。 だからそういう人は絶妙に避けつつ頑張っていくっていうのもね今回の土曜では大事です。はい、でゴールデンウィーク入ります。え、二十九日、えー、こっからね、あの特に何もない人、まああの二十七二十八日このマビの間に最低限これは回すぞとか健康はこれ気をつけんぞみたいなものを決めた人はね、あのそうやって決めたこと以外は人に頼ったり甘えたりしてみるといいと思いますね。 で特に何にもそういうものが決められなかったとかなかった人はそうやって頼ってきた人を手伝ってあげたりするといいと思いますでそうやって手伝った結果がもしかしたら自分に生きがいをくれるような出会いになったりとかそういう出来事になったりする可能性がありますだから暇を持て余してたら誰かをちょっと手伝ってみるようなことあの連休予定がないんだったらバイトを入れるみたいなことこれが実は自分の転職になっちゃうとかねそういうこともありそうな感じです さて、えー、では5月に入っていきましょうボン、はいえー、5月1日、えー、土曜日はねあの自分の中でのルーティンを取り戻していったらいいと思います。これどういうことかと言いますと、あのー、もうね5月入るとほぼ土曜終わりみたいな感じになるんですよ。えー、2日、えーやっ 行っていた方が良かったルーティンをね、さらに取り戻す。なんとなく土曜日の週末ぐらいから、ゴールデンウィーク入る前なんだけど、これやってて良かったかなとか、あの4月の新年度入ったごっちゃごちゃになっちゃって、それまでのルーティンが壊れたのね、ちょっとずつ取り戻していくのがいいと思います。で、あの過去のルーティンでやったことが、やってたのに仕事が忙しくても3ヶ月以上中断しちゃったことみたいなものをね、こ日曜日にね、 やるとといいと思い思ます例えばなんか去年の今頃やってたあのジョギキングやっぱ良かったなとかヨガやっていったら良かったなとかなんかそういうようなルーティンをねみんな、まあ、日曜日なんで試してみたりするといいんじゃないかなと思います。まあ、基本はね自然にやりたいなって自分が思ったことをやるっていうのがね体にも正直でいいんじゃないでしょうか。でもう3日午後3時49分にはね土曜のみ落ち着いてきます。であえてこのね 4連休ですよで土曜日から入ったら5連休ここねダラダラしたいですみんなで多分みんなダラダラしますだけどこの後の土曜並みをいい感じに超えたかったらあんまり起床時間をね遅くしたりしない方がいいんじゃないかなあ,のあんまり自堕落にしない方がこの土曜が終わった後の世界をねあの勝ち組で進む鍵になります。であとはもうあえて3日の3時過ぎたらもう土曜は終わったんだ。 っていうような強気で進んだ方が土曜が本当に明ける5月の5日子供の日以降もうまく進んでいくことができると思いますはいというわけで今回の土曜予報なんですけどもああのまあパワースポットだったりとかあの細かい注意点だったりとかそういうのは土曜予報を書いていく中でいろいろさらに追加してね解説をしていこうかなというふうに思います なので、まあ、今回は、まあ、特に宗教的に関係がないであろうラッキーナンバーだけお話をしておくと、4月は、えー、7、17、28です、えーと。2桁が2つありますけれども、何か人にメールを送ったりするタイミングとかね、あのー 何かかお札だったりとかね、この数字が入っているお札を持ってみるだったりとかねそんな感じで上手に使ってもらえたらいいなというふうに思います。で、えー、と5月に入ったら589ですね、えーと。そんなこの辺の数字もね、うまく使ってみてください。ということで今回の土用はね割と自主性がね試されるような土用になってきます。 なので、何か自分の中でこれがやりたいあれがやりたいなみたいなものが浮かんでいる人はあのそれをですね上手にどっかに書き留めておいたりとかしてで実行できそうだったらやってみるみたいな流れにするのが、まあ、この土曜いい感じに進んでいくコツかなというふうに思います。でそういう自主的に動かないと何か自分はやらなきゃいけなかったのに 何も私はしていないみたいなね、謎の怒りに振り回された人たちのとばっち力を食らいやすいと思うので、もうそういう人たちにはね、当たられても無理に凹まないみたいなことがね、えー、大切になってくると思います。で、まあ今回の土曜予報なんですが、まあできればね、17日の本土曜前までには書き上げて、まずはノートさんにあげようかなというふうに思います。でちょっとブログにも書いたんですけれども、 ちょっと、ね、手数料が、ね、高いことに、ね、悩みが出てきたりとか、ね、しておりましてでも、やっぱりあの有効な手段なのでえーとノート、それからあとは銀行振込まあとは LINE ビートで、えー、投げ銭は、ねえー、もしいただける方がいたら受け取りたい、受け取らせてください、お願いします。それあの 全然頑張ってますん、ね、みたいな感じなんですけれども、まあ、これからちょっとねまた今年いろんなことやり方試していくと思いますなので皆さんちょっと混乱をねさせてしまうとは思うんですけれどもそういう目に見える形のご支援だったりなんかそういう皆さんのお言葉だったりあの あ、そうそう。土曜予報ファンクラブをね、Facebook の方で動かし始めたんですけど、そこでね、みんなとワチャワチャやりとりしたりみたいなことはね、あの、こうやっていろんなことを試してみようと思う原動力になっておりますので、あの、そんなわけで、こんなことが土曜であったよとか、そういうような言葉とかね、あの、報告だったりとかね、まあなんかそんなような感じでね、こう、力ね、まだまだ、あの、修行中のね、霊能者のね、あの、 力を引き上げていってで皆さん的にはねこう的中率があるようなね土曜予報にできていったらねお互いウィンウィンできたらななんていうふうに思います、えー、まあ,あの体に無理のない程度だけどなるべく早く土曜予報、えー、2021年春書き上げていこうと思いますので皆さんお楽しみにお待ちくださいではではグッドラック